なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第287話、恋愛嫌いの女竜騎士、朗読を始めます。魔王学院の不適合者第287話、恋愛嫌いの女竜騎士。エレオノールが舞台の方へ歩いていき、床で倒れている少女二人の様子を伺う。わお、二人とも完全に潰れてるぞ。彼女は人差し指を立て、リライムの魔法を使う。舞台でコロンと倒れているサーシャとアルカナをその中に放り込んで、寝かせた。よーし、じゃ、僕も一婚、勝負しちゃうぞ。飲み潰されたい相手は、誰だ？エレオノールが声を上げ、支配竜戦の舞台に上がる。竜騎士団の一人がそれに応じるように歩み出た。ゼシアも、やります。両拳をぐっと握り、ゼシアも舞台に上がった。果実水で、飲み潰します。樽を、ください。ゼシアは、ジュースでの飲み比べを所望している。竜騎士団の者たちは、互いに牽制するかのように顔を見合わせた。貴公、出番ではないか？先ほどやりたいと言っていただろう。いやいや、負けだ、負け。果実水では、まるで飲む気にならん。あんな可愛いお嬢ちゃんとじゃ、勝負になどなりはせん。貴様こそどうだ？確か、甘党であったな。何をバカな。あくまで、酒のつまみの話。酒あってこその甘味。ジュースなど一杯で限界である。竜騎士団たちは皆尻込みしている様子だ。ゼシアと勝負は、ないですか？ゼシアは肩を落とす。バカ者を。浴びるように酒を飲みながら、ネイトが部下を叱咤する。挑まれた勝負を逃げるとは、己らそれでも騎士か。果実水だろうと泥水だろうと、勝利のためならば、すすってみせるのが我らアガハの騎士像。お前が行啓、ゴルドー。は、は。ゴルドーと呼ばれた騎士が返事をして、舞台に上がる。すぐに果実水の樽が運ばれてきた。勝負、です。負ければ、団長に何を言われるかわかりません。竜騎士団復刊。このゴルドー、子供相手とはいえ、ここは全力を出させていただきます。視線の火蓋が切って落とされ、ゴルドーとゼシアが果実水を一気に煽る。なかなか盛り上がってきたようだな。レイさんは、参加されないんですか？支配竜戦。レイの支配に、竜菓子を注ぎながら、ミサが尋ねる。お酒はゆっくり飲みたいからね。言いながら、彼はミサに微笑みかける。それに、こっちのお酒の方が美味しいよ。あはは、向こうのは確か120度とか言ってましたっけ？魔王酒というか、毒みたいなものですよ、ね。レイにじっと見つめられ、ミサは戸惑ったような表情を浮かべる。静かに彼は首を横に振った。違いましたか？きついお酒は結構好みだよ。2000年前だったらね。それじゃ、どうして、ですか？くすっと笑い、レイは甘くささやく。どんな味でも、君に注いでもらうお酒が一番美味しいよ。言葉に打ち抜かれたように、ミサは上気した顔でレイを見返す。おかわりはいつでも言ってくださいね。軟弱な、戦士ならば、手弱でいけ。叱責するような鋭い声が飛んだ。レイとミサが視線をやると、入り口に二人の男女がいた。一人は赤い髪の竜騎士シルビア、ア・アビシャス。もう一人は、その義理の父、荒野で助けた騎士、リカルド、ア・アビシャスである。シルビアはまだしばらく目を覚まさないと思ったが、なかなかどうして、凄まじい回復力だ。さすがはアガハを救う竜騎士といったところか。おう、副団長。竜騎士団の一人がそう声を発すると、彼らは皆、嬉しそうな表情で、二人のもとへ駆け寄っていく。シルビア副団長、リカルド殿も、お加減はよろしいのか？問題ない。すでに聞き及んでいるとは思うが、アノス殿に直してもらった。シルビアが毅然と言葉を発する。しかし、駆け竜病を感知させるとは、いや、実際にこうして健常な姿を見ても、信じられませぬな。ああ、さすがは予言にあった地上の英雄よな。聞き死に勝る魔法の使い手のようだ。騎士たちから、俺に崇敬の視線が注がれる。だが、シルビアが騎士たちをかき分けるようにして、
レイの元へ歩いていく。俺に聞こえないように配慮した声量で、彼女は言った。その配下には、王の異形をかすませてしまう軟弱者がいるようだ。まるでレイを目の敵にするように、シルビアは彼を睨んだ。そんな視線もどこ吹く風で、レイはいつも通りの笑顔で応じる。何か勘に触ったなら謝るよ。せっかくの史跡だ。仲良くやろう。何か勘に触ったなら、だと。シルビアは、ますます激高し、ミサに指を突きつける。その女は何だ？愛しいと思っている人だよ。愛しいと思っている人？目を向き、赤い髪を怒りに震わせるようにして、シルビアはレイを眠つける。欲もまあ、そんな歯の浮くような言葉が並べられるものだ。貴様、それでも王を、国を守ろうという戦士か。シルビアが言い放つと同時、後ろから騎士たちがやってきて、彼女の腕を掴んだ。副団長。もしかして、もう飲んでいらっしゃるんですか？病み上がりで？なんだ、貴様ら、話せ。飲んでなどいない。たかだか1杯や2杯や3杯や4杯や、そこらのことで、飲んだうちには入らない。何杯飲んだかも覚えていらっしゃらないじゃないですか。相当出来上がっているようだ。途中合流だというのに、すでに三者級の酔っ払いか。まあ、シルビア副団長。地上には地上の文化があるもんでさ、そう目くじらを立てることでも。なんだと？ギロリ、と睨まれ、騎士は萎縮したように視線をそらす。レイに近寄った一人が、こそこそと小声で言った。申し訳ない、地上の客人よ。シルビア副団長は、少々酔ってしまっているようで、見ての通り、恋愛嫌いというか、カップルが許せないというか、ちょっとばかしこじらせておってな。強すぎて男に相手にされないもんだから、なんというか、その、人は一人で生まれて、一人で死んでいくのだ。いつ死ぬかわからぬ戦士に、伴侶など不要。えい、話せ。貴様ら、私は猛獣か何かか、病み上がりだぞ。取り押さえようとする部下たちを、シルビアはいとも簡単に振り払う。さすがは死竜、波の力ではない。端的に言えば、独り身の悔しさなのだ。本当にすまぬ。それはいいんだけど。レイはにっこりと笑う。大丈夫かな？君たちのところの団長と副団長。レイの言葉に、騎士は苦い表情を浮かべるしかなかった。ふん。ここまで挑発されても、乗ってこないとは、所詮は愛だ恋だのにうつつを抜かす腰抜けか。そんなにイチャイチャしているのが楽しいか。楽しいというか、幸せだよね。な、臆面もなく。ギリギリとシルビアは歯を食いしばる。ふん、そんな軟弱な考えでは、どうせ酒もまともに飲めないんだろ。そのような男と乳くり合っている女も、程度が知れるというものだ。見たところ、大した魔力も感じない。負け惜しみのように彼女はそう吐き捨てた。それは聞き捨てならないね。柔らかく、けれどもはっきりとレイが言う。ミサは世界一素敵な女性だよ。シルビアはこの上なく動揺していた。僕はレイ、グランズドリー。竜騎士シルビア、アビシャス。君に支配流戦を挑むよ。僕が勝ったら、彼女への侮辱を取り消してくれるかい？もはや、シルビアは負けたといった表情を浮かべているが、後に退けぬか、戦意をあらわにし、自らを奮い立たせるようにうなずいた。受けて立つ。私が勝ったら、金輪際。私の目の届くところで乳くり合うのはやめてもらおう。こそっとやれ。こそっとな。あいにくと人目を気にしていられない事情があってね。僕たちは本当の愛を探しているんだ。黙れ、耳が腐るわ。いいから勝負だ。その甘いささやき、二度と吐けぬようにしてやる。教えてあげるよ、愛の力を。二人は支配流戦の舞台に上がった。そこにあった酒を一別するなり、シルビアは言った。こんな弱い酒では話にならない。硫化利用のやつを出せ。シルビアが言った瞬間、騎士の顔がこわばった。しかし、あれは、いいから出せ。は、おい、激凛酒だ。騎士たちが一度去っていき、そして金の酒樽を担いできた。蓋を開ければ、それはキラキラと黄金に輝く酒であった。これは激凛酒。本来は飲む酒ではなく、硫化利用の酒だ。これを体に浴びせたが最後、
どんなに体の大きな竜とて、あっという間に酒が回り、正気さえ失う。口から飲もうものなら、量によっては死ぬことにもなるだろう。シルビアは支配で激凛種を救った。勇気なき者は舞台にすら上がれない。真の騎士のみが挑むことのできる支配流戦だ。貴様が女にうつつを抜かすだけの戦士でないというなら、受けて立つことができるはずだ。霊を試すように、彼女はそう脅す。構わないよ。ひるまず、霊も激凛種を支配で救った。その軽口がどこまで持つか。この激凛種の恐ろしさ、とくと味わえ。開戦の合図とばかりに、シルビアは支配同士をコツンと鳴らした。見せてやろう。騎士道に準じる私の勇気を。ペロリ、とシルビアは激凛種を舐めた。レイは何とも言えない表情で彼女を見ている。おかしいか？可愛らしい勇気だと思ってね。笑いたくば笑え。だが、激凛種を甘く見るなよ。一舐め、これが適量だ。二舐めすれば、まともに立っていることすら困難になる。しかし、シルビアが再び激凛種を舐める。ハンデだ。激凛種を飲み慣れ、耐性がついている私とお前がまともにやっては勝負にならないからな。見ているがいい。ペロペロペロ、と猫がミルクを飲むようにシルビアは酒を10度ほど舐めた。ガクン、と膝が抜けるように折れ、彼女はあっという間にフラフラになった。大丈夫かい？何がだ、愛だ恋だのにうつつを抜かす軟弱な男など、これぐらいのハンデがあってちょうどいい。凛々しく言ったシルビアの足は、生まれたての小鹿のようにガクガクと震えている。レイは心配そうに、彼女を見つめた。ククク、どうやら、私の駆け引きにかかったようだな。いくら激凛種でも、十舐めぐらいで酔うはずもない、と考えるのが道理だ。それは事実だ。こうやって、酔ったふりをすることで、私が酒に弱いと思わせる。レイ、グランズドリー。そうして油断し、激凛種を普通に飲んだが最後、お前は彼女の前でみっともなく醜態を晒すことだろう。裸踊りでもするか？さぞ見物だろうな。騎士の誇り、史跡でそんなものが通用するか。騎士道とは、飲むか、飲まれるかだ。シルビアはキリリと表情を引き締める。さあ、騎士の誇りにかけて、尋常に勝負だ。レイ、グランズドリー。怪訝な表情でレイは口を開く。一ついいかい？なんだ？心の声がダダ漏れなのは、もう酔っているんじゃないかい？心の声だと？さあ、何のことだ？わからないな。レイ、グランズドリー。お酒に弱いふりをして、僕に彼女の前で醜態を晒させる作戦だって言ったよね。すると、シルビアは口をあんぐりと開けた。どうしてそれを？君が自分で言ってたんだけどね。バレてしまっては仕方がない。確かに私は酔ってなどいない。この通りだ。ふらついていた足を整え、シルビアはすっと立つ。いや、立てない。立てなかった。途端にぐらぐらと膝が笑い、彼女は前のめりに倒れていく。あう。なんとか支配の酒だけは死し、彼女は床を手をついた。きっとシルビアはレイを睨む。つまり、そういうことだ。飲み慣れた私でさえも、狩猟を見誤り、こんなにもみっともない姿を晒してしまう。それが激凛種だ。なんとか体裁を保とうと、竜騎士シルビアは凛々しい口調で言った。膝はプルプルと笑い、もはや立つこともできぬ様子である。恋だ愛だのとうつつを抜かし、気取ったお前に醜態を晒す覚悟があるか、生き恥を晒し、泥をすすってでも勝つのが阿賀派の流儀、この国の騎士のあり方だ。勢いだ。もはや勢いしかないと思ったか、シルビアは怒涛のごとく言葉を放つ。なるほどね。阿賀派の騎士がどういうものなのか、僕にも少し分かってきたよ。さすがはレイだ。シルビアがいたたまれなくなったか、彼女の言葉にピタリと寄り添った。相手に恥をかかせぬとは、それでこそ勇者よな。だが、今の私、かなり格好良かったか？シルビアの心の声がダダ漏れでは、それ以上のフォローのしようもない。は？どうやら今度は自分が何を言っていたか、気がついたか？そうだ、この醜態が、激凛種の恐ろしさだ。もはや、目も当てられまい。せめてもの情けだ。解釈してやるがよい、レイ。相手が悪かったね。僕はどんな強い酒でも、
絶対に潰れない体質なんだ。そう言って、レイが激鱗子を一気に煽った。ごくごくごく、と喉を鳴らし、レイはみるみる激鱗子を飲み干していく。シルビアが血相を変えて叫んだ。バカ、寄せ、集大どころではない、それ以上飲むと死ぬぞ。静止の声置きにも止めず、レイは酒を飲んでいく。この、シルビアがレイの支配を弾き飛ばそうと立ち上がる。だが、足がプルプルしてしまって、手は空を切るばかりだ。おのれ、この体さえ、まともに動けば。そのうちに、ガクン、と糸の切れた人形のようにレイは脱力した。手からこぼれた支配が空になっているのを見て、シルビアは絶望的な表情を浮かべた。そうして、床に支配が落ちそうになる寸前だ。レイの足がそれを柔らかく受け止め、上に弾いた。パシッと彼は右手でそれを受け止める。激鱗子を飲み干し、完全に潰れたかに思えた彼は、しかし、両足でまっすぐ立っていた。なぜ?僕には根源が7つあってね。お酒を飲み干したことで、酔いつぶれた。あえて酔いつぶれて、根源を一つ潰したと言った方が正しいかな。おかげで、こうして根源が切り替わって、シラフに回復したんだよ。なんだと、それじゃ。足をプルプルさせ、手をピクピクと震わせながら、シルビアは言う。恋人がいるくせに、お前はそんなにも華麗に激鱗子を飲み干したが、私はみっともなく醜態を晒した挙句、独り身だというのか。所詮、人としての魅力のない私は異性に好かれることもなく、あまつさえ唯一の心の支えであった視線でさえ、お前の引き立て役に過ぎない。ゴミ同然の女だということか。そこまで卑下することはないんじゃないかな。やめろ。恋人のいる奴が私のフォローをするな。プルプルと体を震わせながら、シルビアは支配を口につける。やめた方がいいと思うけどね。僕の根源は時間が経てば復活する。どれだけ飲んでも、七つの根源すべてが酔いつぶれることはないと思うよ。黙れ、ええ、わかっていても、負けられない戦いがある。恋人のいるお前なんかに、私の気持ちが分かってたまるか。支配を傾け、ごくごくごく、とシルビアは喉を鳴らす。だが、半分ぐらい飲んだところで、ぴたりと止まった。はう。うめき声を上げ、無念の表情をにじませながら、シルビアは床に倒れた。次回は、魔王学院の不適合者。第288話、最悪の日の予言、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。